領州の片隅に妖魔軍の襲撃を逃れて平穏に暮らす人々がいるらしい。狭くはあるが、興味を惹かれた龍禅はふらりと領州を訪れた。龍禅の身を案じる観察、観察の隣にいたい。しかしそこで彼らが目にしたのは、あちこちをわがも、これはどうしたことだろう。平穏な地と聞いていたのだが、やはり今この世界で、私の心に平穏はあるよ。その観察、近くの人に少し話を聞いてみよう。龍禅様、お待ちを。観察、寂しいから無視しないで。近くの人に話を聞いてみようと思う。何か分かるかもしれない。龍禅様、あまりに不用心だ。あ、待ってよ観察。こんにちは、少し話を。敵だ、敵が来たぞ。俺が出るよ。私に任せて。もう迫力前。やはり龍馬か。相手が何かは分からんが、背後をついてくると上等迎え撃て。驚かせてしまったようだな。何を落ち着き払ってるわけ。敵だっての、早くやっつけなきゃ。これが私流。なぜだ、なぜそっとしておいてくれない。敵に人間もいるようです。妖術と操られているようには見えません。彼らは敵ではないように思う。話を聞いてくれる人がいるので、迷惑戦場を舞う君は超人。俺たちを蹴鞠たいだけなのに、妖魔には蹴鞠すら許されないというのか。俺たちは蹴鞠を通じて心を通じたんだ。人間の遊びに興じれたふぬけた奴らめ、一度目叩き直してやるから、覚悟しやがれ。君を許して門を閉ざし防御に徹せ。俺は敵を迎え撃とう。俺たちの誠実なる意志を示すために。ああ、せっかく作り上げた蹴鞠の国が、影すら失おうと刻み込む蹴鞠の国を。どうしたらそのように強くなれるのか。上等。助けてほしいの。やっ、あちらに困っている人がいるようだ。助けに行こう。お人よしすぎない。あいつら私たちを攻撃してきたのに。いや、このままでは話を聞いてもらえない。彼らを助ければ誤解も解けるだ。観察がそう言うなら、撃たなきゃダメなんだ。
仲良く決まりだと妖魔の風上にも置けぬ奴らめ。君の強さは知っているが、無理は禁物だ。できるだけ手に巻こう。うん、観測、ずっと一緒にいたい。おかげで助かったの、レオモスの。吉本が救われた。先ほどの者は敵ではないようだな。飛び降りてはどうだろう。気を驚かせられると。なるほど、奇襲ですね。さすがは竜禅様、明暗です。せいぜいあがくがいい。敵将討ち取った。来なきゃダメなんだ。ところで、相当なケマリンと見える。白役マイル、落ち着いたら共にケマろうの。ああ、私そういうの無理。しまった、谷を抜けられてしまったか。これでは奇襲ができない。必殺入天雷鳴。何じゃの。雷鳴と私に任せて。突撃だね。それ。うん、ぐらいの敵将、私がやっちゃったから。それ。それ。グイグ、まったく年寄り連中だ。これが出るよ。これ口当てろ。妖魔と人の共存などできるはずがない。私は頭も手足も鈍いようだ。リナ、お前は今ケマリの声なき声を聞いたのだ。一つのマリを落とさぬよう互いが互いを支え合う。これが和の心。それをマリがお前に囁くのだ。竜禅殿、今一度ケマろうの。なんとかなったな。ケマリの国は壊されてしまったの。しかし竜禅殿や観作殿、新しいきっとまたケマリの国は。ケマリを通じて人と妖魔の共存を果たす。だが混沌と破壊が吹き荒れる今の世では、俺もお前たちと共に行こう。ケマリの国を建てるにはまさに